この暑さの中、夏山シーズン到来です。2年ぶりの山開きになりました富士山。まもなく頂上に着くという登山者の姿も見えました。富士山の県内登山道、須走、御殿場、富士宮の3つのルートが今日山頂まで開通しました。去年は新型コロナウイルスの影響で山開きできませんでした。今日は2年ぶりの夏山登山を心待ちにしていた人たちが思い思いのペースで山頂を目指していました。